はい、どうも、とつまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。卒業式を迎えた君へクリア率 1.3% コインをすべて2枚取ってからゴールやってまいりましょう。どういうコースなんでしょうか。コインをすべて2枚取れば OK。どういうこと？あー、そういうことか。なるほどね。壁キック&隠しブロックですね。これをこういって壁キックしつつその隠しブロックも出してトンですよ。クン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 コ、うん、惜しい惜しい。意外と高めからもう行った方がいいと思うけど、意外とこれ壁キック出ないんだよね。で、思ったより高めからもう食い込むようにこういってこういって、うわ、叩けんかった。オッケー、やった、いけた。というわけで、コース ID ありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。鬼ピージャンコース、P スイッチをすべて26回押してからゴール。さあ、鬼ピージャンコース、なるほど。まあ、3スキンだから、ちょっと焦りすぎると、持っちゃうリスクが、ちょっとあるのかなという。そう、ピージャンコースってね、こう3スキンとか U スキンとか物を持てるスキンはね、こう持っちゃ、おー、これ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 持っちゃうんだよね。オッケーオッケー、しっかりと、慎重に慎重に、オッケー、ここ多分届く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 、届いて届いて届いて、うわ、はい、オッケー。この辺でさっきやられたっけ。ここからのこう行ってこう行ってからの OK。 さあ、残すところあと2つだけなんです。ああ、これでゴールなんだ、やった。雪国の爽快70秒スピードランクリア率が228分の0、やってまいりましょう。さあ、まあ結構クリア者が出ておりませんので、そこそこ難しいコースなんじゃないのという感じがしますけれども、おそらくこれはこうでよろしくて、まあ別に1アップキノコがゴール条件とかではないから、あの1アップキノコは別にそんなに、気にする必要はないかなという印象でございまして、まあここまでだけで言わせていただくと、そんなに難しいギミックがいっぱい入っている感じではないかなと思いつつやられましたね。オッケー、ここは素直にスンといけば大丈夫。3段ジャンプさえ決まれば進める感じになっていまして、ここは最近流行りのつららおちおちギミックで左右、なんかここ微妙にバネに当たれない作りになっているような気がしたけど、さっき自分がちょっとなんか進み方が良くなかっただけかな？ん？あー、オッケーオッケー、土管入れていく。なんか最終的に帰ってくるっぽいノリをちょっと感じたけども。これはまあわざわざバネにはだってボンボンやる必要はそんなにないのかなという、かぶっていいね。ボーンと飛んで、ボーンと飛んで、かぶって、こう入って、こう行って、これを急いでかぶって、これを急いでかぶって、ここ行っちゃって、こう行って、ボンボン当たる。おっと、はいはい、ちょっと待って、一回ここちゃんと当たって、なんか三段ジャンプっぽくね？いや、そうでもないな、別に三段ジャンプではないんだ。で、ここはここスピン入っていけば大丈夫か？左押しっぱで多分、いけるようになっている！ちょっと待ってよ、ここ一瞬ブレーキをかけさせていただきましょうか。これで6秒残して表目に帰って、これはどうなってんだろう？くるんくるんぐらいの感じ。あ、ゴールだと思ったら。ちょっと待ってよ、最後これ地味にむずいよね。はい、オッケー。上級者でも難しい上級者用コースクリア率 0% やってまいりましょう。まあ上級者で、なるほど、これでこう、わ、ここむずいな、トゲがあるんだ。ちょっと食い込み気味ぐらいの角度でいけばいけるんじゃないかなという。なるほど、ガボンに3本ちょっと倒してもらうのは確かに手だね。そうするとちょっと3本に乗るのが楽になるっていう。ここむずっ。はい、オッケー。ここは一回普通の壁キックに切り替えた方が楽かなという印象。うーわ、ミスった。そうだよ、そうなっちゃうよ。オッケーオッケー。はい、オッケー。ここをちょっと一旦倒して。あー、中間早っ。中間早っ。中間あるかなーとは思ってたけど、思ったより早かったね。で、ここで中間が来て。これどうやって上登んのこれ。なんか隠しブロックないの、隠しブロック。え、これ上登れるこれ。どういうこと？え、こんなの登る術。あー、びっくりした。いや、これ登れないよな、そりゃ。これ登れたらなんかマリオメーカーのギミックいろいろ変わってくるもんね。ここでもデカ状態キープなんだろうね。まあちょっとリフトがゆっくりなのがだいぶ優しくはあるけど、怖い。緊張感がすごくて、ここからチビダッシュ、チビダッシュ間に合うか？ OK。ここは慎重にまず乗ろう。はいと OK。
で、乗ろう。オッケー。で、ここも乗ろう。しっかりとオッケー。で、ここも乗ろう。オッケーオッケー。で、ここも乗っちゃおう。オッケーオッケー。で、ここで一回着地をしましょうと。オッケー。まあまあ、ここのブラパは、早いけど、結構レーンが長いから、慎重にやれば多分やられるようなことは、ないんじゃないかなと思いますね。さあ、一旦帰ってまいりましょう。はい、帰ってきました。鍵ドアに入ってまいりました。鍵ドアの先がどうなっているのでしょうか。ゴールだ。これ多分、この下入っちゃダメなんじゃない？この道より下は隠しブロックがあるから、入ったら積んじゃいますよ的な、そういうことではない。なんかそういうことでもなさそうな感じはしてるね。ちょっと待ってよ。だからこういう、あ、全然大丈夫だ。大丈夫だわ。じゃあちょっとゆっくりやっていくわ。はい、オッケー。というわけで、お疲れ様でした。あるやり方じゃないとゴールができないクリボーを9体倒してからゴールやってまいりましょう。あるやり方じゃないとゴールができない。これもう逆に全自動なんじゃない？違うか。いや、でも多分これをね、自分の力で踏みに行くのは多分きついと思うんだよ。だから多分なんかなんだよ。なんか。半自動。下押しっぱにするわ、一回。下押しっぱ。どう？下押しっぱ。ちょっと怪しくない？下押しっぱ怪しくね？下押しっぱどう？下押しっぱじゃないか？いや、下押しっぱっぽくない？いけるんじゃない？いけんかったか、惜しいな。じゃあ上押しっぱ。上押しっぱで行くわ。うん、ダメか。右押しっぱじゃない気がする。あれ、右押しっぱか？あ、違うね。左押しっぱじゃね、左押しっぱ。左押しっぱ一番違う気すんな。いや、ワンチャンあるか？ないか。じゃあ、右ダッシュ、右 Y、右 Y 押しっぱ。ダメか。じゃあ、B ボタン押しっぱなし、B ボタン。B ボタン。下と B 同時押し。これでどう？これ。下が一番怪しかったよね。下だって8体。あれ違うか？じゃあ、下と Y、下と Y、下と Y でどう？下と Y。Y ボタン押してたらなんか変わったりですね、動きがちょっと。下ボタン押しっぱで、でも8体いけたんだよ、さっき。だからめっちゃ惜しいとこまでは来て、やっぱダメなんか。これやっぱりさ、8体までは、下ボタン押しっぱで行って、ラス1は自力で倒すみたいな、その可能性もあるよね。下ボタン押しっぱで、今8体なんか倒しました。で、この辺で一回ちょっと静かになるから、この辺でさ、もう自分右に行っちゃって、こいつ倒しちゃって、下降りちゃったらいけると思うんだけど。下ボタン押しっぱなしで、とりあえず8体倒して、下から攻めてみないか、一回下から。下から攻めたらなんか、うまいことクリボー倒せたりせんのかな。下に降りんのがまずむずいな。下、あ、いけた。これは正しいやり方なんかな？正しいやり方なんか？いや、わかんないけど、まあ、一応いけたからいいんかな。これが、いわゆる、クソコですね。いやー、いいね。開き直ったこのタイトル、いいね。素敵だね。すごいね。ここにスターがあるのももうそうだね。いや、普段どんなコースもやっぱりね、このコースを作って投稿してみようという、もうその気持ちの時点でね、若干この詳細に値する部分が、あると思ってますので、あんまりね、普段そのクソっことかそういうことは言わないようにしてますけれども、まあまあまあ、クソっこだね。